さあ、いよいよ最後のトピックになりました。はい。はい。トピック3は、共有に役立つプラグインですね。で、まあ、共有ってどういうことっていうと、まあ、デザインっていうのはやっぱ一人でやるものではなくて、絶対に誰かしらステークホルダーと言われるクライアントだったり、ディレクターさんだったり、同僚のデザイナーだったり、開発者とか、いろんな人がいると思うんですけど、まあ、そういった人たちと共有するっていうのは、絶対必要なことだし、大事なことだと思うんですね。で、XE もその共有するための機能っていうのはいろいろあるんだけれども、それをさらにこう、まあ、便利にしてくれるプラグインっていうのもいろいろあります。で、ステップガイドを見てみましょう。29ページ目ですね。で、ここには5つ、今回のこのステップの中では紹介しないものが載っていますけれども、ね、コードの共有に役立つプラグインというのは結構人気あるんじゃないかなと思います。はい。まあ、デザインしたらね、コードが出てくるっていうのは嬉しいですからね。開発者にとっても、デザイナーにとっても、メリットはあるかもしれない。ただですね、今回の流れではこんな感じでいきます。はい、まず最初に、課題1、マスクされた領域で画像をクロップする。うん、これはなんで共有なのと思うかもしれないですけど、まあ、ちょっと課題解釈すると、画像をデザイナーが作って、それを開発者に共有するっていうところでね、そういうことにしてますけれども、プラグインのマージレイヤーっていうのを使うことで、XE 上で画面をクロップ、画像をクロップできると。で、実は、クロップ XE はできないのっていう顔してるよね、今。そうですね、できなかったんだ、みたいな。XD さん、いろいろできるんだが、なんか簡単なことが逆にみたいな。そう。ね、わかりますよ。僕もいろんな使い方を XE してますけど、クロップできへんかと思う。ただ、もうマスクでパパッとできちゃうんで、あまり困ってることはないんだけど、ただやっぱりマスクの場合の弱点って、なんかダブルクリックを弾みでしたときに、このマスクの位置ずれるときあるんだよね。さらにそこで誤操作したときに。あとはなんか、すっごいいっぱいレイヤーがある。もので作られているオブジェクト、まあ、ベクター画像とか、ベクターなんかもそうなんだけど、そういったのを扱うときに、画像化したらしたいなとか思ったりする。まあ、そんなときに使えるのが、このマージレイヤーっていうプラグインですね。ちょっとインストールしてみましょうか。はい、怖いけど。怖いけど、ちょっと今、全国的にね、ちょっとあれっぽくて、お付き合いください。そう。あ、じゃあ、ファイルを、そうね、デスクトピック3のファイルを、フォルダーから、SXD を開いて、はい。で、プラグインパネルを開いてあるんで、プラスから、マージレイヤーを検索します。MERGE。そう、いいじゃない。はい、インストールさあ、行くか。見てください。ちょっとでも長いですね。なぜか今一時的に、あ、行けました。よかった。よかった、よかった。はい。はい、じゃあマージレイヤーが入ったので、で、どこでその作業を今回するかというとですね、その真ん中にクライミングのテキストの後ろに背景として大きな山の写真があるんだけど、うんうん、これちょっとコマンド Y でレイヤーパネルにしてみても。はい。で、その BG っていう中かな。そう、その中。ファイルのフォルダになってる。うん、フォルダで。カバーっていうのをちょっと表示、非表示で切り替えると。上にこう暗くしてあるのがあるんですね。そうだね。まあ、フィルター的に使っているものがあると。で、じゃあその非表示に、カバーのレイヤーを非表示にした状態で、マスクグループを開、はい、マスクグループのレイヤーのアイコンをクリックしてみて。あ、でも。はい。そうすると、長方形がマスク用の長方形で、うんうん、その下にフォトがあるよね。で、フォト大きいよね。そうですね。で、結構、でかめの。そうそうそう。
でこれはまあメリットとしては、うん、後で位置調整ができるんで、もうちょっとこの空を見せたいなとか、もうちょっと緑の そこを増やしたいなとかいうのが後でできるけど、うんうんうん、なんかの表紙でもうこれ固定なのにずれちゃいましたっていうのが、うん、なんか事故が起きちゃったとか、でそれを防ぎたいんだけどって言った時は、まあ、マスクじゃなくてクロップをしてあげるのが一番いいというわけですよ、はい、でそういうな時はこのマージレイヤーはグループに対してできるものなので、うんうんうん、はい、ステップガイドだと32ページ目のステップ1ですね。マスクグループを選択して、はい、マージレイヤープラグイン、コマンドシフト P で、はい、そこ行って、はい、マージレイヤーを、マージレイヤーをクリックします。そうすると、まず最初にそのマージってところをクリックして、うんうん、マージサイドを押します。これで OK ですかね。はい、これです。で、コマンド Y でまたレイヤーパネルに行くと、はい、マスクグループでこれは1個の画像になってます。そうだね、レイヤーがガシャンと1個になるので、うんうんうん、なんかすごい細かい部品でいっぱいできている、うーん、なんかアイコンとか なんなのかな、ビジュアルがあった時にそれをこう、うんうん、あえてなんだ、1個の1枚画像にしたいって時も多分あると思うんですけど、そういった時も他のアプリに持ってかなくても、この、マージレイヤーを使えば、1個にキュッとまとめられますので、ちょっと覚えておいて損ではないかなと思います。これ逆に戻せたりもするやつはあるんですかね。さすがに画像にしちゃったんでないですよね。さすがにないだろうね。ないですよね。それはフォトショップ先生でも無理なんじゃないかな。ちょっとできたらマジックになっちゃう。それなりのデータを持たせたままにしなきゃいけないからね。そうですね。うん、はい、では続いて課題の2です。で今度ここからはですね、コミュニケーションをどういうふうに取るかっていうところなんだけど、うんうんうん、まず課題に、ステップガイドで言うと33ページ目ですが、ディレクターへのコメントを残したいというとき、うん、まあ、いろんなやり方があると思いますが、はい、まあ、僕がいろんな会社さん、いろんなデザイナーさんの XD ファイルを見た感じだと、やっぱり XD のこのデザインの中にいっぱい書き込んでる人が多いですね。うん、アートボードの中に書く場合もあるし、でもそれ以外のペーストボードを置いてる人が、メモ置きたいですね、うん、そうそうそう、非常に多いです。で、今から使う Notes & Annotations っていうプラグインは、うん、まあ、そんなことを、やりやすくしてくれるプラグインなので、ちょっとインストールしてみましょうか、はい、これもう時間かかるかな、もうでもなんか出した気がするね。 Notes& これですね。はい、サクッと言ってくれないけど、エラーは出なかった。もう聞き出した。大丈夫だ。いい感じです。はい。はい、じゃあね、ノーツ&アノテーションズをクリックして、はい、移動しましょう。はいはい。で、すごいいろんな、パーツがあるんだけれども、矢印があったりとかね。まあ、メモを残したい、うんうん、ディレクターへのコメントを残したいってことなんで、今回はその下にある4色のどれでもいいんで、付箋を好きな色を使ってクリックして、うん、これは今、はい、1回クリックすればもうね、入ってきたんですか、うん、ちょっと分かりにくいけど、あ、ちょっと今2回押しちゃったんで2個入っちゃったんですけど、ね、へえ、これもう移動もできますし書き込みもできると。そうそう、この辺にで、名前をねちょっと変えてあげて、はい、じゃあなんかこの配色の確認お願いしますとか、もうちょっと長い文章にしてほしいな、ちょっとここでは。これちょっとはみ出したときどうしたらいいですか？そう、このプラグイン素敵なんだけど、うん、まあ、ちょっと僕から言うとちょっと甘いなっていうところが、このテキストを改行していかないんでね、永遠に右に行くから改行しない、
はい、というわけでちょっとね僕の裏に隠れちゃってるんだけど、ここのプロパティインスペクターこっちか言っちゃった。プロパティインスペクターのテキストの設定を変えましょう、はい、ちょっとその今テキスト編集モードじゃなくてテキストのオブジェクト選択モードに変えてほしいんだけど、はいはい、それでいい。で、今となんだっけ、久しぶりに、あ、もうちょっと下の方、プロパティインスペクターもうちょっと下の、そうそうそう、そこもね、この辺ですか、うん、今エリアテキストになってないから横幅が決まってないんだよね、うんうんうん、で真ん中のその隣、その右隣、そうそうそうです。あ、違います。違う違う、その高さの自動調整。高さの自動調整。はい。はい。これで、はみ出てる分少し戻してあげて。じゃあ、分かりやすいようにいっぱい。あ、これで、うん、お、これでもう自動に開業してくれます。そうそう。で、もっと増やしてみて。もっと増やします、じゃあ。で、テキストを。うん、はい、それぐらいでいい。まあ、当然こうなりますわな。はい。でも、ちょっとじゃあ、いい感じの状態に戻してみて。いい感じの状態。いい感じの文字ですか。テキスト量がいい感じの。はい。うん、それぐらいかな。それぐらいでいいか。XT はほら、素敵な機能があったでしょ。スタックという素敵な機能。はい、うん、なんでそれを使ってちょっと改造してあげましょう、これ。はい。この、なんていうの、これ、付箋の丸ごと選択して、そう。丸ごと。それ選択して、うん。あ、丸ごとっていう、うん。それを選択して、で、右のプロパティインスペクターのスタックをオンにしてあげる。そうですね。はい。もうこれで、どれだけやっても大丈夫。のはずですよ。テキストをダブルクリックして、テキストをコピーして、お、もうどこまででもめちゃめちゃ文章打っても広がってくれます、うん、ただこれはそういう風にね、そう、ね、デザインが作られてないから、うん、右上の折れ目がおかしなことになるけど、ね、これが気にならなければこうやって使う、で横幅も横に広げても右上が気にならなければ問題なくいけるみたいな。あ、まあ、ちょっと、ね、あ、ちょっと待って、選んでるとこが選んでるとこが違うな。その付箋自体を広げないと。なるほど。それで、まあ、ちょっとずれてますけど。そうね。まあ、まあ、本デザインには関係ないところなので、うん、気になるとは思うんですけど、デザイナーの方は。で、あと、これ、コンポーネントにも、コンポーネントにしてもまあ特に問題ないんで、うん、ここまで作ったらコンポーネント化して、使いますって方が。僕がいいかなと思いますけど。で、あともう一回、ノーツ&アノテーションズを開いてください。はい。で、一番上の右にハイド、ハイド、なんて書いてある？ノーツ。ハイドノーツ。お。それを押すとですね、ノートが消えます。表示され、消えました。消えるっていうか見えなくなります。これ便利ですね。そうね。ちょっと分かりやすいように、今こう、パッパッと、ボタンワンクリックで。そうそう。でね、これ、コンポーネント化してもこれは効くので、おう、オンオフ、表示、非表示は効きます。で、なんでそんなことができてるかっていうと、ちょっとレイヤーパネルに行ってほしいんだけど、はい。はい。で、なんか選んでるけど、そのレイヤー面見てみて。ノーツ。ドットノートでしょ、うん、ドットノート、ノート。あ、ノートでした。それがミソなの、そのね、ドットノートって書いてあるレイヤーを全部まとめて非表示にしてくれるようになってるの。なるほど。じゃこれいっぱいあっても全部いっぺんにってことですもんね。そうそうそう。で、それを裏返すとですよ、自分のデザインの中に意図的にドットノートっていうレイアウトの、あ、レイヤー名のオブジェクトを置いとくと、それを消すことができる。別にそのノートを消す用途じゃなくても。うん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 。わかる。使い方がちょっといまいちピンとは来ないんですけど。まあなんかそのあるなしバージョンとかをパッパッとやるときに
それが100ページにわたってる場合にさ、わ便利、ワンクリックで、そうそう、ワンクリックでオンオフができちゃう、なんか特定のロゴとか置いた場合、置かなかった場合とか、これは面白いですね。うん、なのでね、あのこれノート用じゃなくても、表示だけで使っても面白いかなという、そんな、これノートのフォルダに自分が作ったアイコンとかもペッて入れておけるって感じです。あそこにあの、はい、アバターとしてドットノートのフォルダに、ごめん、どういうの、アバタードットノートって名前のフォルダになってるやつ全部消してくれるってことです。あそう、ね、あそっか、じゃあ別にこのノートのフォルダに入れなくても、フォルダ名をドットノートにすれば OK。 そうそう、フォルダっていうかレイヤー名がドットノートのものは全部消すから、うん、グループじゃなくても消してくれる。あ、なるほど、うんうん、ああそれは便利だなただね、これこのやり方で皆さん困るってる、僕自身もそうだったんだけど、これ知るまでアートボードに対して、これどうですか、これでって書いてるよね、うん、でもアートボードの場所を移動させると、あちょっと引いてみて、ペーストボードと一緒にアートボードって動かないんだよ、ペーストボードに貼ってある。あ、そうなんですか。そう、あの両方選択できないでしょ。できないですね、これアートボードの中身になっちゃいます。そうそうそう、こっちは多分一緒に動いてくれるんですけど、そうなんで、これがめんどくさいから、あの、うん、いっぱい作った後にいっぱいコメント書いてあるから、もうちょっとレイアウト変更、アートボードのレイアウト変更したくないって方はすごい多いと思うんだけど、次のプラグイン、絆というものを入れましょう。絆、はい、これはもうつないでくれそうな、いかにも名前ですね。そうです、絆、はい、はい、ちょっとかかってますけども、多分エラーは出ないと思います、うん、はい、来ました。はい、入りました。絆はですね、まず プロトタイプモードにします。はい、久しぶりのプロトタイプ、はい、で、ですね、今ステップガイドというとどこかというと36ページ目ですね、はい、で、その青い付箋選択して、はい、で、そう、プロパティ、あ、じゃない、そうね、ワイヤーをくっつけてあげて、このメモは、このアートボードのコメントですっていう感じで、普通のプロトタイプモードの紐付けをしてあげます。はい、で、ここで絆の、そのノートを選択した状態で、で、絆を開きますと、で、フォロー、ちょっと解像度が悪くて見えない。絆パネル、リフレッシュ、レイアウト。ああ、絆パネルを開いてください。絆パネル、うん。で、そのチェックボックスを入れます。フォロー、はい、ワイヤード、アートボード。はい、ワイヤーで紐付けたアートボードにフォローしてついていくよっていう設定です。うんうん、で、この状態で、はい、はい、上のアートボードを移動させちゃいましょう。じゃあちょっと上に、はい、で、リフレッシュレイアウト、おお、ついてきてくれる、うん、そう、これもじゃあちょっと上にして、あんまりずらしてないからダメでしたね、上の方。違う違う、それはチェックボックス入れてないから。入れてない、本当だ、うん、なのでチェックボックスを入れた瞬間の位置関係を、なるほど、記憶してくれるはず。おこれはどれだけアートボードがたくさんあってもついてきてくれる、うん、そうね。というわけで、とても、便利な組み合わせとしてね、こうやって使うといいと思いますし、うんうん、ということでステップ2まで終わりました。はい、はい、じゃあ最後、いよいよ最後です。まあ、そのいろんな チームメンバーとかとのやり取り、手段は本当にいっぱいあると思うんですね。あの、スラックだったり、何かしらのメッセンジャーだったり、本当、まあ、メールでやってる場合もあるかもしれないし、ただ、ひょっとしたら XD の中で会話したいっていう場合もあるかもしれない。うん、
で、それができちゃうプラグインがあります。まだベータ版なんだけど、ちょっとこれをね、紹介しておきましょう。じゃあ、プラグインパネルに行って、ドキュメントチャットを開きます。ドキュメントチャット。うん、チャットですか？チャット。チャットできちゃう。チャットができる。うん。来たー。うん。大丈夫。大丈夫。めげない。いけるいける。頑張れ頑張れ。ドキュメントチャットはですね、まだベータ版で、これ面白いのが、サーバーをなんか返さずに、ダイレクトにやり取りをする感じなんで、うん、まあその第三者に会話の内容を見られることはないと。うん、で、個人情報も別に入れないし、まあ、相手に分かる名前ぐらいはもちろん入れないとね、いけないと思うけど、うんうん、なので、まあ安全にというか、そんなに心配しなくせずに使えるのかなと思います。で、使い方としては、クラウドドキュメントにして、はい、そして、あ、入ったね。で、会話したい相手は、その、クラウドドキュメントの、招待されている状態、つまり共同編集をしている仲間同士で会話をするっていう、チャットをするっていう、そういう機能になるんですよ。うんうん、なるほど、はい。で、まあね、あらかじめ、トウコさんから招待をしてもらっているクラウドドキュメントの方をちょっと開いてもらおうかな。はい。どこだっけ XD から。はい。ああ、それでもいいや。今のところにもあったけど。あ、これかな？それ。作ったやつ。はい。ちゃんと雲マークが。ついてる、うん、お、トドロキさんのアイコンが動いてますね。そうだよね。じゃあドキュメントチャットをちょっと起動してみようか。ドキュメントチャットで最初だけこうやってね、なんか設定してくださいって出るんだけど、まあ、簡単です。じゃあ Let's do it。 はい、これ名前ですね。名前何でもいいです。もう相手が分かる名前であれば、メールは飛ばしてもOK。 はい、メールアドレスはですね、これすっ飛ばしていいです。で、なぜメールアドレスが必要かっていうと、グラバター用なんですね。グラバター、オンラインで、アバターのサービスをしてくれるものだけど、もしそれ使いたい場合は、さっきのメールアドレスに入れればいい。使わないんだったら、どっちもすっ飛ばして、コンティニュー。はい。あ、うん。ね、同意して。はい。これでもう、打ったら。そうね。どうだ？お、早い。そう、こんな感じでね、左側のパネル占有しちゃうけど、まあ、会話できますよと。面白いですね、これ。チャットアプリを行ったりできたりしなくても。うん、そうなんだよね。だ、共同編集でこうやってなんか作業してるときに、うんうんうん、なんかうまく使えたら、このプラグイン面白いんじゃないかなと思って。で、今ベータだから、ね、今後の発展にもちょっと期待かなというところですね。さっきも言ってた通り、サーバー経由してないんで、データもこれ残らないんですよね。うん、残らない。というわけで、いろいろプラグインを見てきましたけれども、うん、今日の、ステップは全て終了しました。お、結構簡単だった気がします。はい、プラグインが全部やってくれたので。そうね、操作自体は簡単だったね。、はい、じゃあなんかちょっと質問来てるか、聞いてみましょう。佐々木さん、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。いくつか質問来てて、ちょっとどれにしようか悩んでるんですけど、うん、1個そうですね、まだちょっと答えれてないんですけど、 HTML 書き出しのプラグインをちょっとだけでもいいんで紹介してほしいですっていうところで、ちょっとこのステップガイドにも載ってるんですけど、この荒いな Web エクスポートっていうのを紹介していこうと思います。これですね、とこれアートボード選択して、まあ、ボタンを押して、まあ、エクスポートしてあげると HTML が書き出され、閉じなくなっちゃった、書き出されます。で、ちょっと試しに書き出してみたんですけど、まあ、こんな感じで中身書き出されてました。で、
よいしょ。これ、ブラウザに HTML ぶつけてあげると、こんな感じで表示されてますね。ちょっともしかしたらやっぱこういうとこが開いちゃったりとかすると思うんですけども、まあ、パッと見の書き出しっていうのは、すごくワンクリックでできるようなものになってます。以上です。はい、ありがとうございました。なかなかタフな質問いろいろあったかもしれませんけど、佐々木さん本当にありがとうございます。番組から皆さんにお聞きするポールですね。ポールの結果が最後のやつ出てます。ユーザーボイス。まあ、これユーザーボイスというのは、XE チームから全世界のユーザーに対してどんな機能要望がありますかとか、そういうのを聞く専用サイトがあるんですけど、これ誰でも投稿できます。日本語でも投稿して、翻訳して読んでくれてるんですけども、そこからですね、いくつか抽出した、世の中の XE に対する機能要望で、皆さんどんなものが欲しいですかっていうのを聞いてみたんですが、アートボードのね、HTML 書き出し、まさに今、佐々木さんが、紹介してくれたような感じ。まあ、プラグインで今は、できないことはない、という感じですよね。で、他にも、今、もうまさに XD チームが取り組んでいるものはいくつかあります、この中に。なので、もう少々お待ちいただいて、で、その間には他のプラグインなんかをいろいろ探していただくっていう感じでしょうかね。はい。というわけで、今後の、XE の新機能搭載にご期待ください。すごいダントツ人気なんだなと思います。いや、できたらいいなと私も思ってましたね。なるほどね。そうだよね。はい。さて、だいたいこれで、今日の内容は終わりなんですが、最後にですね、皆さんにお願いがありまして、番組恒例ともなってきてますが、アンケートのご協力をお願いしたと、はい、こちらの、QR コードからアンケートをお願いします。登録して今回参加されている方は、後でメールも配信しますので、その中にも URL を入れておきます。で、そのアンケートの一番最後の項目にメールアドレスを入れるところがあるんですけど、このメールアドレスは、プレゼントに応募されたい方だけで大丈夫です。まあ、逆に言えば、こちらのプレゼント、ドン。XE トレイルのもうスーパーレア T シャツなんですけども、こちらが欲しいという方は、アンケートに答えつつ、一番最後に E メールアドレスを、入れておいてください。抽選で、ます。ということで、ちょっとね、これしばらく出しておきましょうかね。いや、チョコさん、このデザイン。可愛いよね、これね。可愛い。すごい気に入ってて。使えそうに、手帳で。そうそう。T シャツね、アドビいっぱいノベリティで出してるんだけど、なんていうのかな。一言、簡単に言えば、雑に言えば、寝巻きにされない T シャツを目指すっていうか。素晴らしい。寝巻きにされない。寝巻きにされない T シャツ。おしゃれな日常着の。うん、そうです、私も欲しいな。うん、そうだよね。送ります、今度。あ、お願いします。はい、じゃあちょっとどうかな、プラグイン会なかなかタフだったかもしれないけどね、ちょっとまた佐々木さんにも出てきていただいて、はい、佐々木さんもちょっとね、実は今回 Q&A 大丈夫かなっていう心配をされてたと思いますけども、どうでしたかね。心配で、あ、でも皆さん優しくて。優しくて。そうですね。ちょっと試してみないとやっぱりわからない部分っていうのもあると思うので、ぜひ皆さん気になったものがあったら、まず自分で、ご自身で試された方がきっとわかりやすいと思いますので、ぜひやってみてください。そうですね。はい。まあ、佐々木さんも今回、このステップガイド並びに、いろんなレッスン XE とかを、制作に、協力にしてくれて、XE のプラグインに相当詳しい人になったんじゃないかと思うんですけど、まあ、XE プラグインって触ってみないとね、ちょっといろいろ分かんないところあるんでね、ちょっと時間があるときにまとめてパッと探して試してもらうのがいいんじゃないかなと思いますよね。はい、じゃあ、佐々木さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあさあさあ、ヘアキャンプとしては結構久しぶりにやったのかな、これは。そうですよね。今年って初めてです。今年初めて。明けましておめでとうございました。もう2月も半ばですけれども、旧正月があったのね。そうだね。ちょっとね、エクスイトレイルヘアキャンプとしては、ちょっと次回はまだ未定なんですけれども、うん、ちょっと別の形でまた何か配信をしようかなと今練っておりますので、楽しみですね。もちろん、はい、XE トレイルの新番組をちょっと考えている状態で、また発表できるようになったらお知らせしますけども、その時にはまたぜひ皆さん、ご参加いただけると嬉しいです。はい、いやちょっと本当にリアルキャンプ行きたいんですけどそうですね、今またちょっとね、世間は大変なことになっておりますし、大変なことになってるね。キャンプは一人で行けばね、全然安全なんだけどね、うんうんうん、山ですしね。そう、そうね、ちょっと近いうち行ってこよう。はい、じゃあ今日のヘアキャンはもう撤収しようかな。はい、ね、はいはい、じゃあ皆さん、最後まで遅い時間までありがとうございました。トコさんも、佐々木さんも、あと配信スタッフも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。せーの、撤収。